ありがとうございます。はい、どうも。よいしょ、5番でした。みのりんの感謝で無茶振りセカンドシーズン、おはようございます。川原みのりです。さて、本日も、無茶振り実践ということで、こちら、人生劇場さんにやってきております。こちらの店舗は2回目ということで収録、お邪魔しております。で、前回は勝ったんでしたっけ？違う、前回はすごい苦しめられて35試験招待ですごい苦しんで、でも最後にリゼロでちょっと取り戻したんですよね。ちゃんとラッシュ入れて、ただまあ少しマイナスになっちゃったんで、今日はリベンジ実践も含めて頑張っていきたいと思います。あ、はい。さあ、コメントでいただいております。ありがとうございます。サイコロの目の数だけ機種を打つ、そしてプラス収支にするということで、だからサイコロで機種数を決めるということですね。これはでもたまにそういう企画は秘書ガイドの方の、DVD とかでもやったりするんですけど、いつも仲間がいるんですよ。みんなで協力して何機種当てようとかそういうやつなんですけど、今日一人ってことですよね。寂しい。まあでも1出しちゃったら1機種でいいってことですよね。もう簡単じゃないですか。もう今日すぐ終わりますよ。1時間ぐらいで終わっちゃうかもしれない。大丈夫ですかね、そんなんで。まあじゃあとりあえず機種数を決めるためにサイコロ振っていきましょう。さあ、それでは1を狙って振っていきたいと思います。1機種でいっぱい出しちゃえ。おおおおお、わあ、微妙、微妙っていうか5、ちょっと多いですね。多いですよね。5機種か。え、結構厳しいかもしれない。まあ、出しすぎちゃってもダメだし、あれですよね、ラッシュとかじゃないとダメってことですよね。あ、じゃあ突破系はちょっと厳しいかもしれない、機種数的に。なんでまあ直接 AT とか ART に入る機種とかを選んで実践していこうかなと思います。5機種は結構難しいかなと思うんですけど、頑張りますので、どうぞ最後までご覧ください。アニスロ系のお店だからか、結構バラエティも埋まりますね。ちょっと奥まで行かないですけどとりあえず朝一、とりあえず今日はダイスを当てなきゃいけないんで、朝一もう一度いきます。サクッと当てて次の台へ。さあ、それでは5機種頑張って当てていきたいと思います。スピーディーにいきますね。王者の方向なんで、まあ朝一動くとかあったら最高です。もうね、プラスももちろん目指さなきゃいけないので、これ今回は罰ゲームとかはない。多分ってなんだ、多分。はい、あ、なるほど。まあ後から後付けで出てくるかもしれないってことですね。なんじゃそりゃ。まあでもとりあえずはプラスにすればいいってことで、最後どうしようもなくなったら本当ジャグラーとかに逃げちゃおうかなとは思います。まあ、天国はなくって普通に過ぎちゃってますが、まあでもしかもどうでも来ないから普通に A っぽいですね。モードやめた方がいいかな、どうしよう。めちゃズルズルいく可能性はある。やめるなら今なんですよね。これでやめないともう絶対当てるまで打たないとなんで。まあでも当たったら一機種クリアか、それ考えたらでかいな。うん、ましょう。
ゾーン取った。さあお肉あと1個ですのでたまると思います。ほい、さあ2個マックス。うん、ロワイヤルだ。あ、なんか引いてるし、ここで着地だけど、はい、変わらず3匹。お、ちょうど今700ゲームですね。全部全部か、違う。よし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 、おおおお、一発で倒しちゃったもん。はい、さあお次はゴリラ。決めよう。か、あ、なんか引いてるよ。パンチ引いてるの？引いてないけど赤、これはモロタでしょう。いや、どうや。おお、復活した。やった、よかったよかった。ビジネスバナナ入りました。さあゴリラも勝利、あとはライオンのみ。おお、いいね。おお、赤、いやもう勝てるんじゃないこれは。イールロック全くしないけど普通に勝てちゃうんじゃない。今、うん、赤、赤、違う。いやでもこっちか、こっちじゃないのか。うわ、やられた。マジか、復活は？そういうのない、そういうのないです。やっぱり苦手だった、獣ロワイヤル。うん、あ、ジオモード。来てるよ、そりゃ来てるよ。ゴリラも来た。さあ発展、あれかな、手のやつかな。そうですね、真実の口。下でしょ、下プッシュ。はい、天井です。849ゲームです。ジャスト2万円。おはてん、おはようございます。とりあえず1000枚出したい。いやめっちゃ拍手されてるけど天井なんですよ。ほんとすいません。とりあえずこれで一機種はクリアですね。時間かかった、朝から。まあよくてゴリラだよな、2つしかついてなかったもんね。あー、ゴリラ、はい。あとはつなげるだけです。んダメだ。おお、お願い、チャンス目、レベルアップなどてか。おレベルアップ出るよ。緑、
応初当たり時のストックで持ってることもありますけど、どうでしょうね、緑。お、ゴリゴリゴリ、熱いんじゃない、でもちょっとそんなことない。はい、レベルアップ、あ、ネクストね。一列剣か、はぁ、終わった。本当、あー、復活した、よかった。はい、さあ継続です。レベルアップ、よしよし、あるかな、あるかな。おお、ダメだ。なんでレベルアップシーン、お、あてな、ストック、あ、レベルアップ、まあでも赤なんで、あ、金いた、大丈夫だ、あるある。40ゲームが過ぎて、お、ここでしかもチャンス目も引いてるし、ネクストいきます。これで60ゲームまではいけるんですよね。いや、ゴリだと、ゴリサバだと20ゲームずつなんで、やっぱ100ゲームまでのねあれが早いんで、ここまで来ると期待しちゃうかもしれない。はい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 、いいですね、順調です。赤だし、なかなか赤で継続しないことはない、うん、さあバナナ来ました。さあ継続です。ふう、これで80ゲーム、もう少しで見えてますね、100ゲーム完走は。うん、うわー、あるんじゃん、あるんじゃない。レベルアップ、あ、もうラストか。さあ、これが、これクリアしたら100ゲームです。お、ネクス、お、あった、揃った、オッケーオッケーオッケー。さて、久しぶりかもしれない、100ゲームまでいったのね。これ消化後が一応エンディングもあって、そこから猛獣をレッドですね。はい、さあマックス100ゲームまで行きました。そんでラストの10ゲームかな。さあ577枚出ております。さあ、ここから猛獣オーレットでどんだけ引き戻して、どんだけつなげられるか。1000枚も全然見えてますね。ただここのね、猛獣用レッド、まあ猛獣用モードのところが減るときめちゃめちゃ減るんですよ。なんでなるべく12枚役引きながら減らさないように。おおおお、早速弱者か。あれ、ここでそうなの、演出こんなとこで来たっけな。お、当たる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 、よし、はい、当たってました。さあ引き戻しです。そんな減ってない
上手。まあいいやつがいいけど、まあダチョウの二択もやりたいっちゃやりたい。ゴリですね、ゴリサバです、変わらず。あ、押せ押せ、急に、はてな。おこれは当たるやつ。もう一回たる、たるこない。あ、ネクスト。お、三列券です。えいえいえい、おーい、あ、終わってしまった。単発、まあ、ちょっと増えた。もうこれの繰り返しなんで、まあ、いっぱい出すにはちょっと時間がかかるやつを選んでしまったかもしれない。あ、待って、チャンス目、チャンス目、うん、チャンス目、2連、すごい、もう当たってるでしょう。ゲームです。お、ライサバだ、やった、ライサバ、ライサバ、ライオンで一気に増やしたいと思います。まあ、まずはね、無敵ゾーンからなんでしばらくは安泰です。無敵なのよ。はい、10ゲーム到達。あー、うそー、早い。とナビ出しときゃいいんですよ。あ、いや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 、ゆうたそばから、やばい、頑張って頑張って、うわー、かわいそう。はい、終了です。あ、4人、一応偶数下の画面、大した伸びなかったですね。786枚、ただいま。さあ、ラストジャッジ。わ、せっかくモジュレット入ってんだけどな。あー、終わったかも、終わったな。復活とかもない。終わっちゃいました。だから、さっきの780枚ぐらい、まあでも50枚ぐらい減ってるんで700枚ちょいですね。まあでもまあまあ取り戻した、うん、ってことですぐやめます。即やめします。もう行こうと思ってる機種があるんですよ。 G1 ダービークラブ、もうこれは当たったらもう即 ART なんで、よし、この台でいきます。はい、2台目 G1 ダービークラブ頑張ります。朝1台でございます。最初の温泉ゾーンとかで当てちゃえばもう早いよ。すぐすぐ、よろしくお願いします。サイレンス鈴鹿、まあ、今マイナス300枚ぐらいですかね。お、チャンス、おー、 MB、 あ、 MB 引いてんのに温泉ゾーンでチャンスゾーンに入ってはくれなかった、さすがに。さあ、今50枚ぐらい増えたんでマイナス250枚ぐらいになりました。全然許容範囲なマイナス、まだ全然まくれる数字なんで、まだ心の余裕あるかな。でもあと4機種当てないとなんですよね。長いな、90ゲームぐらい。はい、また引いちゃう、もしかして。あ、また引いちゃいました、 MB チャンス。緑ぐらいいけるよきっと。頑張れチェリーを引こう。いいねいいね、クイッと。お、これ大変よくできました、緑。よっしゃ、おお、すごい、
本当に当てられる1周目で。鉄鉄もゲット。RT か。鉄鉄さらにゲット。この人いつまでお風呂入ってるの？すごくないですか？100ゲーム以上あんまないですよ。あーやっとふやけちゃうからね。あーまだ上がんない。なんだ。まだ伸びます。 RT です。あー上がりました。119ゲーム入ってました温泉に。まあでもさすがにいけると思う。まだ。そして RT。 さあここもまだ続いてる。冷徹も伸ばしたい。これはあと何周目でいくかだな。朝一だと何周目で、あ落ちちゃった。何周目で出走するんだろう。お冷徹もゲット。銀の中です。おまた RT すごいよ。どうした。さあ赤まで来ました。クラシック候補。さあそしてトレセン。惜しい。うーん、あと2個で金までいけんのか。金まで持ってきたいですね。鉄鉄初期ゲーム3桁とかもらえるととってもありがたい。お超強損じゃない。またたーうまい。もうなんか当たっちゃうかも。ギリギリのところで、あすごい伸びちゃった。マックスです。はいはい。はい当たります。でか、あでかくない。はい、ここ65ゲームです。よし早い。もうちょっと蹄鉄がな、惜しかったな。贅沢言っちゃいかんですね。サイレンス鈴鹿でいきます。おお70ゲーム、やりやり。70ゲームスタート結構でかいです。さあこれで2期周目クリア。まあ、ここでとりあえずプラス域には持っていきたいですね。ちょっとデフォの普通の画面だけど。どうした、なんか引いた。早速 MB じゃない。スイカ、うん緑じゃん。揃ってほしい。あやったー、ありがとうお姉ちゃん。イエス、V ゾロいただきました。これで継続は確定です。うん、お MB じゃん。 OK。 おいい、あ強いぞ。お強制で引いちゃった。普通に MB 中に普通に引きました。だから強かったのか。でもマコマコとかでもあすぐには来ないか。とりあえず上乗せは間違いなく。お、ま、ええまた、いや違うな。でもおかしい、なんかねありそうです。上乗せはあるんですけど、どっちみち。さあ合計でなんぼ30ゲーム。普通の弱中でも乗ってたっぽいからのないのかな。あったらやっぱすぐ出てくるのかな。うわーそうなんだ、強制。お赤い。おこれここでもチェリー。さあ何ゲーム、10ゲーム乗せ。継続は
確定しております。はい、継続。シナリオが気になるところです。あー、全然ダメだ。なんだろう、もう赤じゃないけど、ほい、よし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 。お、20ゲーム。あ、でももし村掛けは超村掛けなら最初が 10% であってくれればこっちは 80% のはずです。うん、上がりましたね。なんで、まあ、結構 80% の可能性は高い気がしている今のところ。まあ、あまりいいシナリオとは言えないですけど、あ、上がりますね。やっぱ緑 50% 以上は確定してます。これ消化し終わったところで大体多分今やっとチャラぐらい、1000枚ぐらいには持ちコインになると思うんですけど、赤に上がるよね。上がりますね。いや、村掛けか。これで最後まで行くのはちょっと難しいかもしれん、まあ、とりあえずここの 80% は落とさないように。さあどうだ。え、ちょっと危ないかもしれない。ちょっと落としたのかな。最悪だよ。やばい。え、お、お、気持ち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 。いやー、弱点完成あり。いやー、どうなの。あ、よかった、ホッとした。はい、あー、もうほぼほぼここ 10% だと思います。今500枚オーバーちょうど。あ、赤だったな。はい、乗せます。10ゲーム。あ、来てしまった。まあ、さっきもこれでしたけどね。まあ、10% だからな。10分の1引けてれば。お、負けます。はい、はい、543枚、3連終了です。あれ、信じてるの。はい、543枚。まあでもあと3機種当てなきゃいけないことを考えると、まあこれぐらいでサクッと終わって次次っていけた方がね、いいかなと思うんで、いいでしょう。プラス1にも行きました、もうこれで。え、まだあった。ごめんなさい、復活した、びっくりした。まだありました。どうしたの？どうした？どう、あ、10%だと思うんだけどな。でもそしたら次はもう 80% だと思うんで、この示唆の感じだと。え、最後の最後で。なんだ？スイカか。載せないし。さあ、私の予想だと 80% あるはず。まあずっとこれだからな。
着地リあれここ負けんの、あらあら、603枚何だったんだろう、わかんない結局。あ、終わった。やめちょ、やめるんですか、これやめなきゃいけない。シンボリクリスエス最初に出てきたら333か555なんですよ、天井が。すいません。あ、え、待って、はい、ちょっと5機種はね多いですよ。